陽性的な感染者ゼロかなぜ中共はそこまでこだわるのか史上初、中共高官がアメリカで裁判、諜報活動で有罪判決江沢民との取引で沈没に向かう習近平。 最近の中国共産党中共のパンデミックに対するゼロ化政策はいつまで続くのでしょうかまたしても話題になってしまいました。中国大陸でパンデミックが再び活発化し、中共ウイルスは20床に広がっています。中共のパンデミックの防止・抑制のやり方は欧米で提唱されている ウイルスとの共存や人権の尊重とは異なり、ゼロトレランス政策が強く打ち出され、各地で激しい封鎖措置が取られており、随霊市の封鎖のような残酷な現状が至るところに現れています。先週、ある観光客に住居ウイルスの陽性反応があった後、その観光客が訪れた上海ディズニーランドが突然閉鎖され、約3万4千人の観光客が、 帰る前に強制的に PCR 検査を受けさせられるということがありました。中京の進化者は11月3日、高祖省上州市で3人から PCR 検査で陽性反応が確認されたことを受けて、地元の貿易管理当局が11月3日から5日まで同市のすべての学校を休校にするよう要請したと報じました。あるネットユーザーは一晩かけて町やコミュニティが封鎖され、 PCR 検査が行われ、すべての学校は休校するよう通知されたと投稿しています。11月2日午前0時40分、北京市朝用区にある加賀地小学校の3.15クラスの児童全員が隔離のために連れ去られました。ツイッターのアカウント新規は3.15クラスの児童全員が連れ去られて、人形林中学に隔離される様子の動画をアップしました。 夜になると一つの教室に何十人もの生徒が詰め込まれ、机と椅子の間の通路で寝ている生徒や、机の上で寝ている生徒もいます。また大雪が降っている中国の一部で、PCR 検査のために雪風の中静かに列を作っている人たちの映像もあります。あるネットユーザーは中国式のワクチン接種や PCR 検査と人間を動物のように扱う。そのため、 欧米では政府によるワクチン接種やパスポートの義務化に反対する人が大勢いるとした上で人々は抗議しないから中国人になってしまうとも語りましたその投稿に対し別のあるユーザーは私たちのところはとにかく馬鹿げていて人々は朝から市内の学校や職場に行き夜になっても帰れないし PCR 検査には48時間かかるし 検査は1回15人民元もすると返していました。現在、中共がウイルスに対して、いわゆるゼロトレランス政策を主張していることに対して、オックスフォード大学の疫学教授である陳聡明氏は、原因は中国製ワクチンに効果がないことにあり、問題の本質は中共自身が国産ワクチンを信用していないということであり、これは恥ずべきことだと直言しました。 ブルームバーグの報道を通して、陳氏は、私の個人的な推測では、あと1年は中国の再開はないだろう。当局は緩和されると、感染者が急増することを懸念していると語っています。また、同氏は、中国のワクチン接種率は非常に高いが、ほとんどの人が防御力の低い不活化ワクチンを接種していると付け加えました。 一方、11月5日に CNBC のインタビューに応じたファイザーの取締役、スコット・ゴッドリーブ氏は発言の中で自社のワクチンに対する自信を示し、早ければ2022年1月にアメリカでのパンデミックが終わる可能性があることを示唆しています。先日、バイデン大統領が来年1月4日までに企業の全従業員にワクチン接種を義務付ける ワクチン接種命令を出したことを受けて、ゴッドリーブ氏は次のように述べています。このデルタ感染の波を乗り越えた後の1月4日までには、少なくともアメリカに関するパンデミックは収束すると思われます。私たちは今、このウイルスの流行の真っただ中にいます。中共がゼロ化政策を主張していることに対し、アメリカのシンクタンク外交問題評議会の グローバルヘルスの高級研究員である王玄中氏は、中共が政治的リスクを避けようとしていることが重要な要因の一つであると指摘しています。同氏がブルームバーグに語ったところによると、政策変更が可能になるのは、早くても中共第20回全国代表大会後の2022年末になるかもしれないといいます。それまでは当局は、 どんなリスクも許されないし、取ることもできないと語りました。オックスフォード大学中国センターの副研究員、ジョージ・マグナス氏も同様の見解を示し、冬季オリンピックと来年の党大会の前に停滞するようであれば、大きな痛手となるだろうと述べています。同氏は、北京はゼロ化を伝染病予防の記録であり、誇るべき名誉であるとみなしており、戦略的な変更がなされれば、 北京当局にとって恥となると説明しました。同氏は少なくとも今のところゼロ化という方針を変更するような状況は見られないと述べました。次のニュースです。11月5日、アメリカ司法省の発表によると連邦賠審員は中共国家安全部の高官であるジョ・エン軍にアメリカの航空・宇宙関連企業数社から 企業秘密を盗むための防御を含むスパイ容疑で有罪判決を下したとのことです。女はアメリカに送還され、裁判を受けることになった初めての中共のスパイ交換です。裁判資料及び公判で提出された証拠によると、女は少なくとも2013年12月以降、複数の偽名を使ってアメリカ及び海外の航空分野の著名な大手企業を標的にし、 これらの企業で働く専門家をターゲットにして、彼らを中国にリクルートしていたそうです。ジーは通常、まずこれらの専門家を講演会の名目で中国の大学に招いて講義を行わせ、女を含む複数名で、これらの専門家に旅費のほかに補助金を支払っていました。ジーは2件の共謀罪及び経済スパイ活動未遂の罪で有罪となり、 それぞれ最高で15年の禁錮刑及び500万ドル約5.6億円以下の罰金が科せられました。最後のニュースです。中共第19期中央委員会第6回全体会議6中全会が2021年11月8日から11日まで北京で開催されていますが、 今回の会議は、習近平が権力を固め、再任を果たすための厳しい戦いとなる模様です。中共官営メディアである新華社通信は11月6日、習近平を歴史の潮流を操る中心人物、習近平の指導のもとで、中国はまた繁栄の時代に突入と高らかに報じており、習近平の再任はもはや疑う余地がないように思われます。新華社の記事によると、 習近平は六中全会に出席し、中共の100年奮闘の重大な成果と歴史的経験を審議するとのことです。また、習近平の前に、中共には毛沢東、東昌平、江沢民、胡近東を主な代表とする中央指導集団があったことに触れた上で、習近平は中共を新時代に導き、一つ目の100年奮闘の目標を実現したとし、 習近平をかけがえのない指導者として描いています。六中全会の前に、新州派メディアは、三段論法を用いて、毛沢東は中華民族を立ち上がらせ、東昌平は中国人民を豊かにし、習近平は中国人を強くした、と一貫して主張し、中共の歴史の中での習近平の得意な政治的地位を確立してきました。香港有力紙明宝は、 北京の情報筋の話として、新決議は、毛沢東、東昌平、江沢民、古近東、習近平による中共百年三段論法を初めて確立し、習近平の功績をさらに強調し、第20回全国代表大会で、習近平が中国の舵を取り続けるために、障害を片付けるものだと伝えています。同報道によると、新決議は、 党内の意見を募集する過程で、江沢民と江均東に高い評価を与えてはいるものの、党昌平の政治的遺産の余剰部分にしか含まれておらず、一方の習近平は新時代を切り開いた3番目の党首とされているとのことです。時事評論家の党政炎氏は、明法の記事から見ると、新歴史決議は江沢民と江均東、 特に江沢民のいわゆる党内貢献を肯定していると示しました。また江沢民が中共に残した二大遺産は法輪功学習者に対する迫害という前代未聞の政治運動と腐敗した統治の下でのこっそりと財をなす江沢民が発言して流行した経済モデルだといいます。党氏は習近平が2017年秋の第19回全国代表大会前に 在十九大之前呢，就利用习近平急于要取得党内新一代的核心领导人这个称号和地位的心理，以及呢他想要修宪废除任期制的这么一个目的，就与其达成了交易。也就是习近平呢重新回归到反腐不超过部级官员的这个上限。 也不触及红色的权贵子弟，以此来换取江派呢不反对修宪。当は表面的には習近平の取引はしっかりと権力を掌握しているように見えるが、実際には多くの兆候がが完全に崩壊に向かっていることを表しており、習近平も沈みゆくという船にしっかりと縛られていると語りました。习近平他以为自己在利用着对手。 其实呢，是对手在利用着他，在捆绑他，最后的结果呢，很可能就是大家一起沉船。今日嘅几元头条就到呢度，多谢收睇，守护真相，永不放弃。我系雪儿，听日见啦。